のかなんてどこに行けばたどり着けるかなんて動き出した列車の窓に映り込んだ景色はいつも通りだよ。優しさについて考えてる夜明けをイメージするように悲しみは胸の奥に焼き付いて忘れることができないまま脆くてとても不安定だけれど力の限り走ってゆく優しさに変わる。